こんにちは。学校の先生方に向けてメンタルサポートのサービスを提供しているフリーランスティーチャーのじゅんじゅんです。皆さんご無沙汰しています。お元気でしたか？約1ヶ月ですね、更新をお休みしていました。何人かの方からやめちゃったんですかとか、体調大丈夫ですかとか、そういったメッセージをいただきました。本当にありがとうございました。理由は単に仕事が立て込んでいたというだけなんですけれども、ですからポッドキャストや YouTube 以外の SNS からの情報発信もお休みしていました。その分、子どもたちとの関わりや先生方へのメンタルサポートにもコミットすることができました。そして皆さんにまたね、シェアしたいことも出てきたので、またこれから再開していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。ただね、今2学期に入ってで、学年のね、後半戦に突入しているわけなんですけれども、やっぱりね、子どもたちとの関わりを第一にしていきたいんですね。また先生方とのメンタルサポートも、こう1年のサイクルをこう考えていくと、やっぱり10月11月ってどうしてもね、こうご相談の数も増えていくんですね。となると、やっぱりね、発信の頻度は今までよりは減っていくことが予想されています。ただね、対面の関わりが増えれば増えるほど、こうポッドキャストや YouTube を通して皆さんにシェアしていきたいことが、やっぱりこう内容の濃いものになっていくと思うので、頻度は減っても一つ一つのコンテンツを大切に作っていきたいと思います。どうぞこれからもよろしくお願いします。では早速今日のテーマです。今日は、自分教師に向いてないのかなって自信が持てない人へ、というテーマでお話ししていきます。この悩みね、全く思ったことのない方と、お金少なからね、ちょっとはね、こう思ったことのある方にはやっぱり当然分かれますよね。私はね、後者の方なんですよ。長い期間にわたって深く悩んできた経験があります。また私の周りにもね、同じような悩みを持つ同僚や、同業のね、友人たちもいました。結論を先にお話しすると、これ結局ね、向いてるかどうかなんて誰にもわからないんですよね。正解はないということなんですよね。どちらかというと、もう向いてるとかいないとかっていうよりも、こう教師のこう経験をしながらね、感動したり、そして喜んだり笑ったり、時には悔しがったりっていう、あとは憤りを感じるとか、そんな風にやりがいを感じられる方が続けていく道しるべになるんじゃないかなと思います。そして何々が自分にはないから教師に向いていないというものの見方、考え方から、すでに自分が持っているものに目を向けていくという考え方にスイッチを切り替えることの方が、教師向いてないのかなっていう答えの出ない問いから距離を置くために必要な、ある意味これスキルなんですよね。だからできることよりもできないこと、圧倒的にわからないことが多いわけですから、いざという時、こう困っているので助けてくださいっていう、そんなことが言える自信の方がよっぽど大切だと私は思ってます。そうは言ってもね、教師に向いてないのかなとか、もう明日教室に行くのがしんどいよとか、そんな風に悩んでいる最中に、もうやりがいなんて感じられませんよね。なんとかこの悩みを解決したい、そんな気持ちで毎日を過ごされていることと思います。悩みの種類によってはね、こう乗り越えるための具体的なノウハウっていうのは違ってきます。だから今日お伝えしたいことは、その具体的なノウハウというよりも、どの悩みでも、どの悩みの種類でも共通して大切なものの見方、考え方なんですね。今日は、教師に向いてないのかなと自信が持てない方が、なぜ不安や悩みを抱えてしまうのか、その理由や原因、そしてその解決のヒント、どうしたらその不安から距離を置くことができるのかについて、私自身の体験をベースにお話ししていきます。ぜひ最後まで聞いていただいて、気持ちを少しでも楽にするための一つの考え方の選択肢として聞いていただけたら嬉しいです。このチャンネルでは、学校の先生方が日々仕事をしていく中で生まれる悩み、その原因、そしてその解決のヒントや
自分でできるメンタルサポートの方法についてお話をしています。それでは行ってみましょう。今日は自分教師に向いてないのかなって自信が持てない人へというテーマです。まずね、こんな風に自信を失ってしまう理由に事欠かない学校現場の実態があると思うんですよね。正直言ってこの学校現場、熱心であればあるほど、良かれと思ってね、情熱を持って仕事をすればするほど、一人一人の感情や価値観が違う人間相手の仕事なので、ほんの少しのね、ボタンの掛け違いがトラブルの火種になることもあるんですよね。一応断っておきますけど、熱心であること、学ぶこと、どの仕事でもこれは大前提だと思うんですけれども、ただその熱心さや、あとは学んで得たこうスキル、知識を使う方向性が実態とずれてしまうと、やっぱりこう子どもとの関係、同僚、保護者の方との関係がやっぱりしんどくなってしまうと思うんです。こういった人間関係の問題に対してどう対応していいのかわからない、なすすべがない状態になれば、自分自身に矛先を向けて、自分は教師としての力が不足している、だから教師に向いてないんだっていうふうに思ってしまうのは自然な流れなんじゃないかなって思います。ただね、この状態が続いていると本当に精神的に追い込まれてしまうので、時にはね、逆ギレしたくなることもあります。なんでこんなに一生懸命仕事をしているのにとか、休みの日だって授業準備したり、または勉強会に参加して学んでいるのになんでうまくいかないんだとか、いや自分は間違ってないよ、間違ってるのは悪いのは子供たちだ、いや家庭のしつけがなってないからだ、いや管理職が悪いんだ、教育委員会文科省が悪いんだと悪者探しを始めて、もうどんどんネガティブオーラ全開になって、もう戦闘モードスタンバイ OK、そんな風に、ね、なってしまいます。これは結果的にね、自分を痛めつけることになるので、やっぱり避けたいですよね。でも自己防衛本能の部分もあるのかなって、思います。またね、働き方改革と言われて一向に教師の働き方、忙しさは緩和されない、この働き方が悩みの原因になることもあります。教師という仕事は大好きなんだけれども、一向に教師の忙しさは緩和されない、決して減ることのないこの仕事を続けることへの不安も感じることがあるようです。例えば小さなお子さんを抱えて育てながらこの仕事量をこなしていくことや、何らかの事情でね、ちょっと休みを取らなきゃいけない、その時の状態で周囲への負担を考えると、ちょっと休みにくさを感じてしまったり、または自分の体への負担を感じたりして、いやこの先仕事続けていけるのかな、そんな悩みを持つ同僚たちもかつていました。じゃあ私自身はどんな理由で教師に向いてないのかなって自信が持てなかったことを言うと、これはね、自分の対応力の限界を感じた時でした。一生懸命やってるんだけど、子供たちとの関わりの中で、もうこれ以上何ができるんだろう、どうしたらいいのかわからない、そう感じた時に、いや向いてないのかな、やめた方がいいのかなっていうふうに、考えてしまいました。だからこの仕事は自分に向いてないって思ってました。いかがでしょうか。ここまでで教師向いてないのかなって感じてしまいがちないくつかの理由を挙げてきましたが、皆さんに当てはまることってありましたか？冒頭の結論でもお話しした通り、そもそも私は教師に向いているから教師をやるというよりも、教師という仕事に、その時期その時期でその割合は変化するけれど、でも面白いなとか楽しいなとか夢中になれるな、そんな没入感を自分から感じられるかが、やっぱり教師を続けていく理由の一つになると思ってるんですね。他人からね、こう称賛されたり承認されたりすれば、一時の自己承認欲求はこう満たされて、お、自分は教師に向いてるのかなっていう、そんな風に自信に思ったりすることもあると思います。でも持続してその自信を持ち続けられるようになるには、やっぱりそれは結局他人から与えられた称賛の言葉ではなくって、自分自身で結果的にこう教師という仕事を、そして人生を楽しめるようなものの見方、考え方にスイッチを切り替える方法を身につける方が、
っぱり周りの環境の影響を受けにくいんだと思うんですね。今私スイッチを切り替えるって言ったんですけれども、これ誰が切り替えるかって当たり前だけど自分なんですよね。つまり物の見方、考え方のスイッチを自分自身で切り替えることが、自信が持てないネガティブな状態から、仕事を楽しめるような気持ちを楽にする方法だと私は思います。もう一度言います。自分の物の見方、考え方のスイッチを切り替えることが、仕事を楽しむ心持ちにする方法です。今回のテーマ、教師に向いてないかもという悩みを抱えている場合の今のスイッチは、教師に向いてない、何々する力が足りないから、子供との関わりに限界を感じているからという、自分に足りないものに目を向けている状態、そちらのスイッチに入っているんですね。教師に向いてないかもというオンのスイッチを、私は教師に向いているというスイッチに切り替える方向ではなくて、自分がもうすでに持っているもの、今できていることに目を向けるものの見方、考え方の方向にスイッチを切り替えていくと、もう自分に足りないものばかりに目を向けて、教師向いてないかもと自分を痛めつける考え方にはもう戻れなくなると思うんですね。ただこの方法を現実を一瞬で変えるような魔法の方法ではないんですね。だって日本の教育の問題点や文科省や教育委員会の方針を、まあ、私たちが変えられるわけないじゃないですか。またね、隣の同僚のちょっとマウントを取ってくるような、ちょっとなんか辛い言動を変えることもできないし、学校行きたくないよとか勉強やだよって言ってる子どもの気持ちを一瞬で変えることなんかできないし、保護者の方のなんかこうネガティブな思いをやっぱりこう変える力は私には残念ながらないんですね。それよりも頑固だけど、でも向いてないかも、やめた方がいいかもって今の自分の気持ちに気づいている自分自身の気持ちだったら、その気持ちを持ってることがしんどいと思えているなら、しんどくないものの見方、考え方にスイッチを切り替える方法さえ分かれば、相手が変わることを待つよりも確実に、それよりも短い期間で、といってもね、トレーニングが必要なんですけれども、自分を変えることは確率高くできることだと思います。これからね、10月11月に人事調査を出す時期がやってきますね。退職の欄がそこにはあるわけですけれども、そのね、退職の欄に丸をつける前に、まずは自分のものの見方、考え方のスイッチの切り替えをやってみてはいかがでしょうか。今日は自分、教師に向いてないのかなって自信が持てない人へというテーマでお話をしました。私の LINE 公式では YouTube やポッドキャストよりももう少し踏み込んだ、自分のものの見方、考え方のスイッチを切り替える方法についての情報や、具体的なトレーニング方法や、またおすすめの本なども紹介しています。よかったらこちらも概要欄のリンクからチェックしてみてください。それでは次回の YouTube、ポッドキャストまで Let's have fun! バイバイ!